こんにちは、たばやまです。今日も看護学生生活の難易度を下げる情報を発信します。今日は不合格になる人の3つの条件についてお話しします。そのためにまずは前置きっていうのはありません。早速ネタバレです。こちらの3つが不合格になる人の条件です。どれか1つでも当てはまっていると危険です。勉強時間が足りない人、基礎知識が足りない人、国試勉強の罠にはまる人。まずは勉強時間が足りない人について見ていきます。国試合格の必須条件、それはですね、問題集の多くを理解暗記していることです。具体的には解剖系などを理解している。解剖系というのは解剖疾患治療です。そして暗記系をしっかり暗記している。具体的には統計とか法律とか社会保障、人間の成長発達とかですね。そしてこの状態になるためには時間が必要です。じゃあどうすればいいか。問題集を3周する必要があるんです。もちろん要領のいい人は1周や2周でも問題集のほとんどを理解暗記できます。ですがそういった方はそんなに多くないと思われます。基本的には問題集3周する必要があります。めちゃくちゃ具体的な内容は国試勉強の完全攻略法という動画で話しています。概要欄にリンクを載せておきます。なので今回はさらっと解説します。3週目の中でまず1週目、1週目はとにかく解きまくってください。解説はほぼ見ません。そして2週目以降で問題を振り返っていくんです。ただし振り返るのは間違えた問題と自信ない問題のみです。分かりきっている問題は振り返らなくていいんです。そして4週間前から始めたとします。じゃあどういうペース配分になるか。まず QB や QB 必修の問題数は合計1800もあります。というのも被ってる問題も結構あるからです。なるべく2週目に取り掛かりたいので1週目は早く終わらせる必要があります。ということで1日に300問解きます。はい、もうこの時点で言ってること意味不明ですね。何言うてんねんお前って思うかもしれないんですけども、4週間前やったらこのペース配分になるんです。1日300問解いても1週目終わらすのに6日はかかります。そして2週目に振り返るのは自信ない問題と間違えた問題でしたね。その問題数が1200問だったとします。そしてこっからは振り返っていくので、1日に振り返るのはおそらく80問ぐらいが限界かと思われます。1時間に10問、それを1日8時間なので80問の計算です。そんだけたくさん振り返って、しかも時間も取っていて、それでも15日はかかります。そして3週目です。3週目で振り返る問題数が600問だったと仮定します。今度は1回振り返りをしているので、振り返りにかける時間が少し短くなると思われます。ということで、1日に振り返れる問題数が100問になるかもしれません。そのペースでいくと3週目は6日で終わります。そしてこの時点で27日経っています。3週目終わりました。はい、翌日国家試験です。こうなるとかなりギリギリです。もし合格できるような点数取れたとしても、それは結果論であって、国試当日までとてつもなく不安になります。だから早く始める方がいいんです。もちろん早く始めても不安は完全にはなくなりません。しかしかなり小さくすることはできます。この動画出したのは11月の半ばなので、まだまだ時間余裕あるんですけども、仮に8週間前、だいたい12月の半ばぐらいですねから始めたら、こういうシミュレーションになります。どうですか、さっきよりも結構ゆとりありませんか。1週目は12日かけて終わらせることができます。2週目に関しては30日、約1ヶ月も時間があります。そして3週目も2週間近く時間があります。それでいてまだ1日余ってます。そうは言うけど、そういったまとまった時間がないねんって思った方、いいんです。まとまった時間を取って勉強することだけが勉強ではありません。通学中などの空き時間に勉強することも立派な勉強です。そしてそういった空き時間と相性がいいのが国試アプリです。なんやったら国試アプリだけで合格する人もいるぐらいです。なので、空き時間に国試アプリで解いていきましょう。
さらにおすすめは QB アプリです。 QB アプリは毎日過去問を20問出題しています。アプリを開けた最初の画面の一番下のところ、ここをタップしてください。するとブラウザが開いてこういった画面になります。そしてその日の日付をタップします。するとまたアプリに戻って用意された20問に一気に挑戦できます。ってことはですよ、今日何の問題やろうかって考えなくてもいいんです。用意してくれてるんです。そしてこれは10月とかすでに終わったところもチャレンジできます。ってことは10月から12月まで全ての問題チャレンジできるんです。仮に10月から12月まで全部チャレンジしたら1800問解けます。つまり問題集1周が勝手にできちゃうんです。もう一つ告知アプリありましたね、カンゴルーです。カンゴルーでは今日のチャレンジ問題というのがあります。毎日1問出題されます。あとは週末に模試もやっています。1週目の目安、どんだけ遅くても年内までに終わらせてください。でも理想は12月23日までです。おいおい、たばいも無茶言うなよ、こっちはまだ実習あんねんぞって話ですね。ですが大丈夫です。この動画を出している11月6日から12月23日まで48日あります。先ほど紹介した QB アプリの毎日過去問20問、これをチャレンジすると12月23日までに960問解ける計算になります。そしてカンゴルーの今日のチャレンジ問題、これをするだけで48問解けます。そして週末模試、これは12月23日までに7回あります。仮にすべて24問だったとして168問チャレンジできます。さらにカンゴルーの X のアカウント、このカンゴルー国試アット必修過去問というアカウントは毎日5問ずつ必修を出題しています。これを毎日チャレンジすると5問 ×48 日で240問解けます。ここまでを合計すると12月23日までに1416問も解いたことになります。もちろん被ってる問題とかも出てくると思うので、実際はもう少し少ないかもしれません。それでも1200問ぐらいは解けてると思われます。ってことはちょっとプラスアルファ頑張れば12月23日までに1周は終わらせられるんです。それでは続いての不合格なる人の条件、基礎知識が足りないを見ていきましょう。自信ある問題が多いほど2周目以降の問題数は減っていきます。例えば周りの人たちが2周目にチャレンジする問題が1200問だったとします。でも基礎知識があると800問とかもっと減らせれるかもしれません。ということは3周目も減らせれますね。逆に基礎知識が足りないと間違えた問題とか自信ない問題が多くなります。ということは2周目以降に振り返る問題が増えてしまうんです。1周目1800問、2周目は1500問、あんまり変わらないですね。そういったことになるんです。もちろん基礎知識が足りないと振り返ること自体にも時間がかかってしまいます。すると3週目を迎える前に国家試験っていうような事態にもなりかねないんですね。では基礎知識が足りない人っていうのはどういう人か、一概には言えないんですけども、今から言うどれかに当てはまった人です。まず1つ目、再試験になった人が少ない科目で再試験を取ったことがある人。例えば再試験者が20人いました。この科目は難しいってことです。その科目で再試験取ってもそんなに問題ないです。ですが再試験が1人だけでした、それが自分でした、それはまずいです。みんなが合格できているのにあなただけ再試験になってるってことなんです。ってことは基礎知識が足りない可能性があります。続いて再実習になった人が少ない実習で再実習を取った、これも先ほどと理由は一緒です。続いては授業中よく寝る人で真っ先に名前が上がる人です。というのもですね、結構授業中にテストには出してなくても大事なこと、国家試験につながるような大事なことを言っていることがあります。それを聞き逃していると国家試験の時に、あの問題初めて出たよなって言われても、いやいやいや、
確かに初めてやけど授業を聞いてたらわかるでって言われるかもしれません。なのでよく寝る人は基礎知識が足りない可能性があります。そもそも基礎知識とは何か、それは解剖系の知識です。解剖系、具体的には解剖整理、疾患、治療です。ここが全ての土台です。ここが分かれば他の分野も解きやすいんですけども、ここって難しいですよね。さらに範囲も広いです。なので全てをまんべんなく理解しなくて OK です。真っ先に理解した方がいい解剖疾患治療があります。全部で20個です。それがこちらです。僕の動画をよく見てくれてる方はもう見飽きたと思います。ですが大事なので何回でもお伝えします。なぜ先ほどの20個が大事なのか、いろんな理由はあるんですけども、主な理由は2つです。その分野の中心であること、そして理解する過程の知識が大事ということです。例えば心不全で見ていきましょう。心不全に至る疾患は心筋梗塞とかいろいろあります。そしてこれらは症状や観察項目が似てくるんです。例えばこういった問題です。急性心筋梗塞患者の合併症を早期に発見するための兆候で正しいのはどれか。これの正解は2番です。そしてこの問題、急性心筋梗塞じゃなくて急性心不全を早期に発見するための兆候で正しいのはどれかに変えても答えは同じなんです。せっかくなのでもう一個やっておきましょう。この問題正解は4番と5番です。そしてこれも心不全の兆候はどれか2つ選べという問題に変わっても答えが一緒になるんです。なぜなら心タンポナーでも心不全に至るからです。ってことは心不全を理解しておけばいろんな心疾患が理解できるんです。じゃあその分野の中心どれがあるかっていうとこんな感じになっています。また一時停止して見ておいてください。続いてこっちがより大事ですね。理解する過程の知識が大事。例えば心不全を例に見ていきましょう。心不全になると心拍出量が減少します。するとチアノーゼや末梢霊化、尿量減少が起きます。この中で尿量減少について取り上げます。腎臓で尿を作るのには血液が必要です。ということは腎血流量が必要です。もし腎血流量が少ないと尿量は減少します。ということはですよ、血圧が低いと腎血流量が減少するんです。ここを理解しておけばいろんな問題に対応できます。例えばこういった問題です。心原性ショックで現れる症状、兆候はどれか。まず正解は2番です。そしてこの問題を見た時に4番は違うっていうのが分かってくるんです。ショックということは血圧は低下しています。待てよ、血圧低下してる？じゃあ腎血流量も低下してるんちゃうんか。ってことは尿量も減少するんちゃうんか。4番違うぞという風になるんです。さらにこの知識応用できます。循環血液量が多いと腎血流量が増えます。ということは尿量も増えます。では循環血液量が多くなるのはどんな時かと言いますと妊娠後期です。なので妊娠後期では尿量が増加します。するとこういった問題にも対応できます。妊娠の初期と末期のどちらの時期にも起こるマイナートラブルはどれか。正解は4番の頻尿でした。妊娠初期は子宮が膀胱を圧迫します。そして妊娠末期には循環血液量が増加します。この説明を聞いただけで、あ、ってことは腎血流量増えるから尿量も増えるなっていうのが勝手に導けるようになるんです。こういった応用できる知識を積み重ねていくことが大事なんですね。そしてこの超重要な知識20個ではこういった応用できる知識がたくさん詰まっています。ということはたくさんのことを効率よく理解できるんです。なので基礎知識がついていくわけですね。ですがこの20個そのほとんどが難しいです。よく国史のおすすめ勉強法で選択肢がなぜ正しいのか誤りなのか理解しようと言われるんですけども、先ほどの20個はこれがかなり難しいです。例えばこの問題です。まず正解は4番なんですけども、2番のタンパク質を制限した食事、これを振り返っていきます。これ正確には塩分制限をするんです。タンパク質は制限しなくていいんです。
その理由は浮腫の悪化防止のためです。なるほど。心不全では浮腫になるんやな。だから塩分制限するんやな。でも心不全はなぜ浮腫になるのか。そのメカニズムはこういう風になっています。はい、難しいですね。パニックです。しかし国家試験ではこの関連図の途中過程は出ないんですよ。末端しか出ないんですよ。だから難しいんですね。ということで、どうすればいいか。動画です。こういった難しいところを理解するには動画が必須です。そして僕の動画ではこれらをまとめた再生リストがあります。ぜひご活用ください。また僕の動画じゃなくても五郎さんや猫缶さんもこういった超重要な知識20個の大体の動画を出しています。なので自分に合う YouTube 動画で理解しましょう。もちろん五郎さん見て猫缶さん見てそして僕のも見てもらう。全然 OK です。いろんなところを見ることによってより理解が深まります。また後ほど紹介するんですけどもクイック動画の活用もおすすめです。ということでここまで年内にすることをいろいろお伝えしたんですけどもこの2つをやっておけば十分です。問題集を一周する。そして超重要な解剖疾患治療の動画を見て理解する。そして不合格になる人の条件3つ目が国試勉強の罠にはまる人です。詳しくは国試勉強の罠という動画で解説しています。なので今回は本当にかいつまんだポイントだけお伝えします。国試勉強の罠、いろいろお伝えしたんですけども、代表的なものには必修に時間かけすぎること、そして振り返りに時間かけすぎることがあります。他にもあるんですけども、特にはまりやすいのはこの2つです。これを国試1ヶ月前にはまってしまうと大変です。まず、必修に時間をかけすぎるから見ていきましょう。国試合格のためには必修だけではダメです。一般状況もボーダーラインを超えていないとダメなんです。ってことは、必修も一般状況も両方大事なんです。さらにですね、一般状況を理解すれば必修の理解が深まります。例えばこういった問題です。肝性脳症の直接的原因はどれか。正解は2番のアンモニアです。アンモニアは肝臓で解毒されます。しかし肝機能が低下すると解毒ができません。そしてアンモニアは脳に障害を与えます。一般問題では先ほどの問題を踏まえてこういう風に出されます。肝硬変で見られる検査所見はどれか。2つ。正解は3番の血清アルブミン値低下、そして4番の血中アンモニア値上昇です。解毒できないってことはアンモニアが増えますね。ということは血中アンモニア値が上昇するです。先ほどの問題を理解していること前提でこの問題が問われているんです。ってことはこの問題を理解できたとき、先ほどの問題みたいな必修問題の理解度が深まるんです。なので、必修も一般状況も両方大事というわけですね。続いての罠、振り返りに時間をかけすぎる。冒頭でもお伝えしましたが、理解することは大事です。理解していないと暗記ばっかりになって行き詰まるからです。ですが、この振り返りが癖もんなんですね。具体的にはこういったところに陥りやすいです。まず1つ目、ほぼ問われないところに時間を割く。ほぼ問われない知識というのは過去18年で選択肢に出たのは3回以下、なおかつ全て不正解の知識です。こういった知識、本番でも問われる可能性低いです。もし問われてもみんながわからないです。ってことは正答率も低いです。続いて振り返るのに気をつけてほしいのがメカニズムがめちゃくちゃ難しいところです。疾患の問題の振り返り方でおすすめはなぜこの症状が出るのかとか、なぜこの治療をするのかです。ただ、中にはかなり難しいものがあるんです。例えば、心筋梗塞で ST 上昇はなぜ起こるのか、これ調べたんですけども、かなり難しいです。この罠の厄介なところはよく出る疾患にあるということですね。具体例を出します。困難です。心筋梗塞。国家試験よう出るじゃないですか。 ST 上昇ほんまわけわかんないですよ。他にも和製動病とかよう出てきますね。こういうメジャーどころの疾患で出てくる症状、難しいの結構あるんですよ。他にもこれらは振り返るのが難しいんですね。
中には簡単な症状もあったりするんですけども、基本的には難しいです。そしてもう一つ、振り返るときに気をつけていただきたいのが、レビューブックに書き込みまくることです。レビューブックに書き込んでくると、だんだん全てを書き込みたくなるんです。もうすでにレビューブックに書かれているのにもかかわらずです。しかし、記載されていることを書き直すのには時間がかかります。書き込む目的は自分にとって振り返りやすい状態にすることですよね。ここまでいろいろ話したんですけども、じゃあたばえもんどうやって振り返ったらいいね、程よく振り返るなんてわからへんよって思った方、ご安心ください。対策があります。受験生の9割が持っているレビューブック、そして看護師国家試験問題集で最も売れているクエスチョンバンク、これらには超有能機能があります。それが先ほどもちらっと出たクイック動画です。もしくは QB 一問解説動画です。これらはクエスチョンバンクやレビューブックの QR コードを読み込むと見れる解説動画です。まず、QB やレビューブックの QR コードを読み込むと見れるのがクイック動画です。クイック動画ではレビューブックを元にして解説しています。なので書き込みのヒントになります。さらに書き込みの暴走も防げます。もう一つがクエスチョンバンクの一問解説動画です。これはレビューブックからは見れないです。QB を持っている方しか見れないです。この解説動画では1問ずつ解説をしています。そして振り返らなくてもいい知識は赤字や青字にはせず黒字で紹介しています。そしてクイック動画にしても QB 一問解説動画にしても、なぜこの症状が起きるのかとか、なぜこの治療をするのかといった解剖整理に戻った解説をしています。ただ全てではありません。解説していない時もあります。その時はよほどメカニズムが難しい時です。もしくは原因が不明な時です。さっきからたばえもお前自分が作ったかのように言ってるやんけと思った方、その通りです。実は作成に携わっております。と言いますか、ほとんど作成しております。そんなクイック動画とかの見方なんですけども、こういう風になっております。また一時停止してみてください。本当にこれはおすすめなので、ぜひご活用ください。ちなみに僕がクエスチョンバンクやレビューブックを勧めると、ごくたまに、もう本当に年に1回あるかないかぐらいなんですけども、お前はステマかよって言われることがあります。なんですが、私はステマではありませんって言っても、これまでは証明する術がなかったんです。ですが令和5年10月1日からステマは景品表示法違反となりました。そもそもステマとは何か、これは広告であるにもかかわらず広告であることを隠すことです。そして広告の定義には、企業が第三者に依頼・指示するものも含まれます。典型的なパターンがインフルエンサーに宣伝してもらうとかですね。ただ僕の場合、メディックメディア、これはクエスチョンバンクやレビューブックを発行している会社ですから宣伝の依頼はされてないですね。ということで本日の動画のまとめです。今日の動画では不合格になる人の条件3つをお伝えしました。まず1つ目は勉強時間が足りない人です。そして対策として隙間時間の活用をお伝えしました。2つ目の条件、基礎知識が足りないことです。なので解剖系の核となる20個の知識をしっかり理解しておきましょう。おすすめは動画です。そして3つ目の条件が国試勉強の罠にはまる人でした。なのでこれらに当てはまった方はしっかり対策も行っていきましょう。ということで本日の動画は以上となります。動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、友達や後輩の紹介お願いします。X、旧 Twitter では毎日国試問題を出題しています。また夕方には勉強ツイートもしています。Instagram でも毎朝国試問題を出題しています。また週4から週5、リール動画でも勉強の情報をお伝えしています。私条件に当てはまったっていう方もですね、今から対策をやっていきましょう。ということで本日も動画を見ていただきありがとうございました。